皆さんいかがお過ごしでしょうか。夢の国の住人です。今日は一人ディズニーシーお届けしたいと思います。こちらはリゾートライン、クリスマス仕様のリゾートラインになります。9時半ですね。ディズニーシー到着しました。9時半でも植木2個目ぐらいまで並んでますね。でサウスも見てきたんですが、ノースの方が空いているのでノースで並びます。10時インパしました。20分並びましたね。20分並んで、手荷物検査通過で、入園ゲート前は、3分ぐらいですかね、並んでパーク入ることできました。それで今日はですね、ピーターパンの DPA 取れましたね。この時間で取れたのはラッキーかなと思うんですが、お昼の時間取ったので、お昼はそちらでですね、何かファンタジースプリングスでモバイルオーダーして食べたいなと思います。あと今日は、僕大好きな、カナレと予約しています。これは夕方というか夜というかですね、5時50分ぐらいの、予約ですね。そちらも今日はクリスマスメニュー食べたいと思います。で今からですね、ドッグサイドダイナーの、モバイルオーダー取りましたので、チュロスと、クリスマスのドリンクですね、飲みに行きたいと思います。マクダックスデパートメントストアですね。ここのクリスマス装飾かわいいですよね。はい、ここは皆さんですね、撮影スポットになってますね。結構混んでんのかな。ダフィーグッズもね、もうだいぶ売り切れちゃったんですけど、ちょっとね見てみたいなっていう気持ちはありますね。ここかアントペグスかですね、ちょっと後でですね、空いてそうだったら見てみようかなと思います。どうなんだろう、結構ねパーク内混んでますね。人いっぱいいます。平日で月曜日でこんなにいいのかっていうぐらいいますよ。今日ですね、カプセルトイやりたいんですけど、スタンバイは今のところ終わっちゃってましたね。はい、そんなこんなで歩いてきて、今ドッグサイドライナー到着です。はい、これ皆さん並んでますね。で僕モバイルオーダーなんで中に入れるかなと思うんですが、あちょっとまだ時間が前だな、ちょっと待ってから入る感じになりますね。今ですね、5分前で、QR コード出たので席取って待ってます。3組待ちですね、すぐだと思います。クリスマスらしい可愛いドリンクですね。もう席もね取れてるんで、ちょっと朝ごはんですね、何も食べてないのでお腹減りましたね。こちらパーキングドリンクですね。ストロベリーになります。可愛いカップです。綺麗な感じになっています。こちらは700円ですね。でこちらがチョコレートフロスです。こちら500円ですね。袋はクッキーになっています。で去年食べた時ですね、砂糖が全然ついてなくてあまり美味しくなかったんですが、今日はたっぷりついてますね。これは美味しそうだ、楽しみです。いただきます。こんな美味しいんですよね、楽しみだ。いただきます。いちご入ってますよ。シロップだけかと思ったらいちご入ってますね。食べちゃいます。はい、食べてきました。美味しかったですね。ストロベリーのですね、スパークリングドリンクの方はちょっとカシスの感じもあったりしてですね、なかなかちょっとね大人な感じの味でしたね。でドッグサイドライナーこれだけ並んでるんですよね。モバイルオーダーならすぐですので、モバイルオーダーはおすすめですよ。皆さんモバイルオーダーはおすすめです。それではですね、ちょっとケープコットの方に歩いて行ってみようかな。ダッフィーのクッキーサンドもね食べたいなという気はしてるんですよね。でもまあ混んでるだろうな、まあ、ちょっとね様子見て考えます。アントペグス来ました。結構並んでますね。これ何分待ちぐらいなんだろうかな。ちょっとキャストさんに聞いてみます。は
はい、今ちょっと聞いてきました。15分ぐらいとのことでした。それで入れるかこれ本当かな。今ですねモバイルオーダーで、ケープコットクックオフのダッフィーのクッキーサンドを予約したんですよ。ちょっとそれを食べたら並ぼうかな。それを食べてちょっとアントペグス並んでダッフィーグッズ見てみたいと思います。ケープコットクックオフ来ました。モバイルオーダーです。一番カウンターということだったのでこっちですね。ここで今5組待ちですね。5組待ち、ここで待ちたいと思います。3分ぐらい待ってできましたね。じゃあちょっと行ってきます。はい、取ってきました。いやーモバイルオーダー素晴らしいですよ。すぐできるんで、これ可愛いんですよね。この間ですね夏食べてねハマっちゃいました。めちゃくちゃ美味しいんですよこれ。こちらクッキーサンドですね。470円です。ホットの紅茶、今日寒いんでホットの紅茶360円ですね。でこれが可愛くて美味しいんですよ。はい、こういう感じで。でこちらにですねメイプル味のクリームですね、バタークリーム、これがたっぷりサンドされていてめちゃくちゃ美味しいんですよ。はい、それではいただきます。あったか、今日寒いんですよ。はい、クッキーサンド食べてきました。いやこれハマるうまさ、ハマる美味しさですよ。マジで美味しい。で食べてる間に、お、空いてるじゃん。着きましたね。並んでない、すぐ入れる。アントペグスラッキーですね。そのまま行ってきます。結構ね売り切れてるんですよね。これ何が売り切れてたっけな、なんか見たんだよな。でもジェラ君あるな。ジェラ君、ダッフィー、ステラルはありますね。シェリーメイもありますね。スローフレークスは、ストラップはありますね。ネイバーはほぼないのかな。壊滅か、かわいいですね。ダッフィー買おうかな。ダッフィーゲットしてきました。肌感冒でマフラー焚きしてます。かわいい、かわいいですね。つぶらな瞳のかわいい子お迎えしてきました。かわいいです。はい、それではですねクリスマスグリーティングあるんでちょっとハーバーの方に来ましたね。風がすごくてオールバックになっておるぞ。メリークリスマス。よし、それじゃみんなお祝いを始めよう。ハーバーショー終わりました。やっぱりハーバーショーとかですねパレードを見るとクリスマスって感じしてきますね。まだ11月ですがパーク内はすっかりクリスマスですね。それでは、ダブルズマザールね、またクッション取りたいんですけど、まあ混んでるような、ちょっとで、ね、様子だけ見に行きます。ダブルズバザール来ました。ここ最後尾です。60分待ちか、60分待ちですね多分。この辺からだと思ったよりは短かったですね。ということはこれビリーブやってる時に来れば30分ぐらいでできるかもしれないな。ちょっとですね今日ビリーブは見るの諦めて、ビリーブやってる間にアブーズバザール来ようかなと思います。
ちょっとねクッション、かわいいクッションどんな感じか見ていきます、はい、こちらリルリンリンクッションですね。丸いのとリルリンリン型のと2つあるんですが、まあ、両方欲しいけどどっちかだったら丸い方かな、丸い方が可愛いかなと思います。こちらアズズバザールはビリーブの時に来ます。取れるかな、去年取れたんだよな、去年取れたけどどうか。はい、それではそろそろファンタジースプリングスですね。ちょっと休憩してファンタジースプリングスに行こうかなと思います。はい、はい、やっとここまで来ました。もうちょっとですね。いや遠いわ。モラビリア到着です。あ、遠かったな。ここで、カプセルトイですね。ちょっと並んでますね。ちょっと並んでますが行ってきたいと思います。リルリンリンカプセルトイ、やってきました、残念ながらコンプリートはできなかったですね。1個かぶりということで、まあしょうがないです。それではトンボ帰りですがファンタジースプリングスに行きます。やっとファンタジースプリングス着きました。いや遠かった。タワテラからだとねもう一番遠いですよね。いやー大変大変。ラプンツェル、アナ雪、ピーターパン、今日はこのピーターパン DPA 取ったんでそれ乗ってきたいと思います。ファンタジースプリングス、入ってきました。でファンタジースプリングスはですね、クリスマスになってないんですよね。ランタンフェスティバルとかですね日にちが決まってるのでクリスマスだとちょっとずれるということで、クリスマスの装飾はなしですね。はい、じゃあピーターパン来ました。で DPA なので、プライオリティアクセスエントランスの方から入りたいと思います。それではピーターパンダイジェストでお届けしたいと思います。ピンク妖精のコマをよろしく。ピンクあっちのボートも頼んだよ。ルック船長は僕がやっつける。了解。さらばピーターパン。またね。さあネバーランドに戻ろう。いつまでも子供のままでいてね。じゃあまた会おう。はい、行ってきましたピーターパン。僕は結構酔いやすいんですよ。でロンドンに帰るところだけちょっと苦手ですね。まああとは大丈夫なんですけどね。まあでも今日は大丈夫で楽しんできました。いやー楽しいは楽しいんだけどね、気持ち悪くなったらどうしようみたいな不安もちょっとありながらの、ピーターパンでした。はい、それではですねアレンデールロイヤルバンケットですね予約してます。でお昼そちらで食べたいと思います。アレンデールの門のところですね。わざわざここから入りたくて回ってきました、予約時間ですね読み通りでぴったりです。待ち時間なくもうすぐ入れますね。ではアレンデールロイヤルバンケットでお昼ご飯食べていきたいと思います。はい、こちらアレンデール城です。かっこいい、かっこよすぎるよねこれ。もう僕これ大好きなんですよね。アレンデール城かっこいいですね。はい、それでは行ってきたいと思います。かわいいエルサ、アナ、アレンデール城かわいいですよね。結構グッズも大人気ですからね。はい、ではもうすぐできると思うので、席の方に向かいたいと思います。はい、3分ぐらいでできましたね。
久しぶりだな。6月に食べて以来。ここの部屋がね、一番人気なんですよね。玉座があるんで、ここですね。はい。で、僕のお気に入りは何気にこの奥のですね、あそこです、あそこ。ここですね。あー、結構混んでるわ。ここ絵がいっぱいあって好きなんですよね。こちらオラフいるところですね。席空いてるんで、ここで食べたいと思います。はい、こちらがロイヤルアレンデールセットですね。今回ビーフになりますね。こちらがビーフ、後ろがビーフのマークですね。こちらがビーフシチューで、こちらはポテトグラタンですね。上にカリカリパン粉が乗っています。で、こちらはサーモンのサラダです。こちらがオラフのチョコムースですね。で、この上に乗ってるオラフのはですね、リトルグリーマンみたいな、お餅みたいなやつですね。それが乗ってます。で、こちらは白いパンになります。こちらは後でですね、ビーフシチューとかつけて食べたいと思います。こちらドリンクついて3500円になります。それではですね、パイを崩してみたいと思います。マカロニと、ビーフが入っています。ビーフシチューですね。それではいただいてみたいと思います。熱っかなり熱い。ちょっと熱かったですね。いやでもめちゃめちゃ美味しいです。僕ね、ここの料理めちゃくちゃ好きなんですけど、結構賛否両論あっていまいちだみたいな方もですね、結構いるんですよね。でも僕は大好きですね。こちらですね、ポテトグラタンですね。で、上にカリカリパン粉が乗っていて、ガーリック風味ですね。はい、こちらいただいてみます。うまい。ガーリックの風味がね、ちょうどいい感じなんですよね。これも僕ポテト大好きなんで、すごく美味しいと思います。こちらサーモンですね。うん、美味しい。結構大きいビーフ入ってるんですよね。いただきます。うん、柔らかい、美味しい。こちらオラフのチョコムースになります。ちょっと片手だと取りづらい。取れた。はい、いただきます。うん、もちもちです。中はですね、レモンのクリームですね。レモンクリームが入っています。こちらはチョコムースとホイップクリームですね。いただきます。うん、安定の美味しさですね。安定の美味しさです。はい、アレンデールロイヤルバンケット楽しんできました。美味しかったですね。それではですね、どうしようかな。ブーツバザールちょっと覗きに行ってみようかな。ちょっとそっち行って、その後ちょっとどうするか考えてみようと思います。それでは今日はファンタジースプリングスとはお別れですね。ファンタジースプリングスから退出します。はい、ブーツバザール来てみました。いやダメだこれ、1時間以上待ちだ。ここまで来てるもんな。折り返してる。あーダメか。したらやっぱりビリーブの時に来るしかないか。ちょっとそこで狙ってみますね。で、ここミッキー広場のあたりですが、結構かわいい装飾になってるんですよね。まあこの辺はクリスマス感味わいたいんだったらおすすめですね。それではですね、クリスマスカードをですね、もらえるんですよ。丸い可愛いやつですね。それをもらいたいので、ちょっとキャストさんに声をかけてみようかなと思います。すいません、クリスマスカードもらってもいいですか？もちろんですよ。
はい、ハッピーホリデー。はい、ありがとうございます。はい、かわいいのもらえましたよ。これ紐つけてぶる下げられるようになってますね。はい、こんな感じです。かわいいですね。ミッキーとミニーがサンタコスでプルートとクリスマスツリーの前で遊んでる感じですね。今ですね、ガーランド持って撮影してきました。一人だったんで、みんな見てるんでちょっと恥ずかしいですねでもね、もう結構一人慣れてるんですけどね、ちょっとね、なんか改まってですね、ちょっと考えるとですね、たまに恥ずかしくなる時あるんですよね。はい、ではですね、ニューヨークデリー来ました。でここでレンニュームースとあとスナックケースですね、チョコの入ってるやつを、モバイルオーダーしたので、こちら食べたいと思います。はい、ニューヨークデリー入ってきました。5組待ちなので、先に席取って待とうかなと思います。あ、はい、ありがとうございます。はい、もらってきました。リルリンリンもゲット。これ去年もですね、買ったんですよね。はい、買ってきました。こちらがスナックケース付きの、チョコですね。今年のリルリンリンはこのグレーっぽい感じのリルリンリンです。でこちらが練乳ムースのベリーゼリーですね。こちらは550円で、こちらのスナックケース付きのチョコは1300円ですね。はい、練乳ムースですね。上にホワイトチョコの細かいのがかかっていて、ホイップクリーム、あとこれはチョコですね。緑の葉っぱはチョコで、上これはストロベリーソースかな。で真ん中が多分練乳ムースで、下がまたストロベリーになってますね。ちょっと食べてみたいと思います。あ、ちょっとスポンジも入ってるんだ。スポンジも入ってますね。あ、いい感じ。これちょっとしたおやつにはちょうどいいな。こちらが今年リンリンで、こちらが去年リンリンですね。両方可愛いですね。リルリンリン、クリスマスの妖精ですね。それではですね、リストランテリーカナレットの、予約の時間に近づいてきたので、そろそろ、カナレットの方行きたいと思います。こちらのですね、階段を降りたところにカナレットはあります。ちょっとね、なかなか見つけづらいところかもしれませんが、マクダックスデパートメントストアの左側の階段を降りたところと覚えておいてもらえればいいと思います。それでは行ってきます。楽しみですね。今日一楽しみにしてたんで、クリスマススペシャルセットですね、堪能したいと思います。カナレット行ってきました。めちゃくちゃうまい。マジでうまいですよ、あそこ。もうクリスマスいつもですね、食べるの楽しみにして、で今日もね、カナレットが取れたから市に来たんですよね。ちょっとランドも行きたいなって思ってたんですけど、カナレットの予約せっかく取れたんで、今日は市に来ました。はい、それでですね、今もうすぐビリーブ始まるんですよ。でビリーブは今日僕見ないで、昼間ですね、言ってた通りアブズバザール行って、なんとかリルリンリンクッションゲットできないかなと思ってるんですが、どうかな。ちょっとね、行ってみますね。あまりにも並んでるようでなければやりたいと思います。アブズバザール到着です。
さっきここまで来て折り返してましたからね。チャンス並びます。何分かな、30分ぐらいかな、そんな気がしますが、45分ぐらいだそうです。はい、はい、ありがとうございます。はい、ダメでした。まあピンズも可愛いですけどね、クッションがいいですよ。穴の手前の段差がね、高さが結構厳しかったですね。なかなか設定が厳しかったと思います。はい、皆さん本日の動画いかがでしたでしょうか。今日はここまでですね、冒険とイマジネーション十分楽しめたかなと僕は思っています。と今日もですね、フード動画を中心にですねなってしまったところはありますが、ファンタジースプリングスも行けましたし、カプセルトイですね、それもキャンセル拾えてですね、楽しめたので良かったと思います。ちょっとアブバザールが残念でしたね。設定が厳しい、かなり厳しい。今度はですねランド行ってジャングルカーニバルで丸太投げでクッション狙おうかなと思います。はい、それではですね、またぜひ次の動画でお会いしたいので、チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いいたします。はい、ちょっと長い動画になってしまいましたが、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。